宇宙世紀0088、後にグリプス戦役と呼ばれる戦いは終結した。シャア・アズナブルの乗る百式はタマーン・カーンの攻撃により大破し、その残骸は宇宙を漂っていた。神遊備団シャア・アズナブルら主力パイロットを次々と失ったアーガマは交代を余儀なくされ、ハマーン・カーンはそれにつけ込む形